皆さんこんにちは。今日もピカチュウルームへようこそ。こちらのリーメントシリーズを紹介していきたいと思います。今まで出てきたアイテムはピカチュウのインテリアのアイテムや、おキッチンにあるあのトーストアイテム、ケチャップやオムレツも出てきました。今日はじゃじゃーん、3つ目を開けていきたいと思います。何が入ってるかな。じゃーん、では早速箱を開けていきます。中はじゃーん、ん、何が入ってるかな。袋を出してみます。じゃじゃーん、わ、大きな、これはテーブルですね。ポケットボール、モンスターボール、モンスターボールのテーブルが出てきました。なんだポケットボールって、間違えた。とピカチュウ、じゃじゃーん、ピカチュウがモンスターボールの上に乗っかってる、かわいい。じゃじゃーん、これこれ、この大きな机が出てきました。こんだけ高さもあったな。じゃーん、ピカチュウ机の上に乗っかっちゃった。じゃじゃーん、他には、あ、なんか鉛筆と消しゴムとボールペンが出てきたよ。そしてここにはノートみたいなのもあります。じゃじゃーん、ピカチュウのノート、これちょっとめくってみようかな。あ、めくれないね、これ全然めくれないや。じゃあ机の上に置いて、じゃあこのピカチュウのこれはなんだ、じゃーん、あ、鉛筆立て、よし、じゃあここにセットして、これよし、じゃあ全部出しますね、一気に、よいしょー、じゃじゃーん、これはボールペンと消しゴムと色鉛筆かな、黒色のは。ここにじゃあちょっと、よいしょ、入れていきますね。見えるかな、ペンはここに、よいしょ、はい、入りました。じゃあ消しゴムはちょっと机のこの辺に置いときます。完成、見てください、これ、これこれ、上に鉛筆立てに消しゴム、これは、これはピカチュウ何なんだろう。ちょっと箱の説明を見てみます。じゃーん、3番のイラストの練習中、あ、これライトですね。この机の上に置いて、この絵を下に置いたら、じゃーん、明るく照らしてくれるライト。よし、じゃあこれでピカチュウの絵を描いてみようかな。よいしょ、黒色のペンを使って、あー、ちっちゃすぎて使えない。よいしょ、シャカ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 、ピカチュウシャカ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 、こんな感じで遊んでみてね。それでは次回も皆さんお楽しみに。バイバーイ。